はいどうも、夜食ハンター滝本明です。もうすっかりね、河川敷も春めいて、カラシナも満開ですし、もう何も知らない人が見たら、え、夏かなって思うぐらいのね、勢いでもさもさと生えております。はい、そんな中でね、撮っていきたいなと思っているものが、じゃん、こちらの花がですね、オオアラセイトウというふうに言います。オオアラセイトウって名前なんだけど、あんまりね、オオアラセイトウって呼ばれることがなくて、なんて呼ばれるかというと、紫花菜っていうふうに呼ばれます。花の形がね、菜の花なんかと一緒のこの十字型に4枚の花びらが開くタイプですね。そう、実はこのオオアラセイトウも菜の花と同じアブラナ科の植物。食べたことがあるかっていうと、ないです、僕は。じゃあなんでこれまで食べたことないかっていうと、まあ単純にあんま美味しそうじゃない。例えばこのカラシナなんかだと、割とこう肉厚で柔らかそう で、実際にあの肉厚柔らかい、あと噛むとピリッとした味わい、あとまあ苦味と旨味と、まあいろんなね、バランス取れてていい感じのね、美味しい野草なんですよ。アブラナ科にはこういう美味しい野草がいっぱいある。あえてこの小柄でね、小型で、であと葉っぱもなんかこうちょっと硬そうな感じの、ってか実際なんか触ってみると硬いな、結構。紫花菜に惹かれるものがね、あんまなかったんですよ。じゃあなんで突然食べようと思ったかっていうとですね、先日まあ紫花菜の大群生を見かけてですね、でそれでまあそこでは取れなかったんですけども、あの私有地だったんで、そういや紫花菜って食ったことねえな葉っぱって思って、食用になるんかなって調べたら、食用にできると。しかもですね、この紫花菜もう一個ね、別名があるんですけど、それがですね、諸葛菜って言うんですよ。孔明ですね、諸葛孔明がなんとこの葉っぱをですね、三国時代にですね、各地で転戦する兵士のために陣地で植えて育てたというですね、伝承がどうもあるようで、そういう意味ではまあ由緒正しいというか、食える食えないとかそういうレベルじゃなくて、栽培もされていたと。しかもあの諸葛孔明ですよ、あの孔明が育てるって言うんだから、なんか理由があるんだろうということで、まあ元気なもんですけどね、途端にね、を食べてみたいなとなって、でまあうちの近所にも生えてるしって思って、まあ多摩川まで取りに来たと。アブラナ科って基本的に無毒で食べられるものが多いので、まあ食べることに対して不安はないです。でどの辺の葉っぱが食えるかだよな、あとはな、下の方もまあ食えないっつうことはなさそうな感じがする。お、裏側がちょっと赤いですね。ちょっと今一個食べてみようかね、1枚。じゃこのちょっとちっちゃいやつ食べてみますね。あー、ん、あんまうまくない。あの大根葉のような一瞬ね、そういうピリッとした香りがあるんだけど、それ以上にですね、青臭いな。これね、どっかで嗅いだことある香りだよ。わかった、青汁だ。昔のケール100の青汁、俳優さんがゴクゴクって飲んで、まずいもう一杯って CM してた、あれで。考えたらケールもアブラナ科ですから、ケールの味がするのは間違いではないな。うん、まあそうですね、これはだからちょっとこう大根寄りのケールという感じですね。うん、まあでもそう考えればね、あの調理の仕様はあると思います。うん、で他の欠点はあんまないです。硬いとか筋張ってるとか、ともかくこの味がケールであるという前提で採取して調理していけば面白いかなっていう気がしますね。はい、じゃあもうちょっと取っていきましょう。ちょっと大きめの葉っぱ取っても大丈夫そうな感じがあるな。で今はまあ多摩川に取りに来てますけども、本来ねこの多摩川の河原っていう環境はオオアラセイトウの生育にはそんなに向いてないような気がします。これまで見つけたところが日陰っぽいとこっつうか、若干薄暗いような、そういうところがね、オオアラセイトウの生育にはね向いてるような気がするんですよね。だからちょっとこう中の方というかね、そういう場所にあるんじゃないかな。そこにちょっと生えてんな、一株だけか。ちょっと1枚だけもらうね。あそこにも生えてる、1枚だけもらうわ。はい、というわけでね、まあなんとかね、一つかみと言いますか、取りましたね。今回はねこれでちょっと味見をしてみようと思います。はい、じゃあ持ち帰って調理してみましょう。僕全く初めて食べる野草なので、どう調理していいか考えたんですけども、ケールだったんですよ、味的には。キャベツのような香りと風味があって、あとまあ苦味と独特の青臭さね、青汁の香りね、あれがあったので、まあそういうのはね、炒めて食べればね基本的には消えますし、ケールもだからそういう感じなんですよね。なのでまあ刻んでね炒めようかなと。
で、まあ、この大原製糸に関して言えば、言うと江戸時代に野菜として輸入されたという歴史があるので、食べられてきた歴史に関しては申し分ないものがあるかなというふうに思います。あとはまあ味がいいかだよね、本当に。ただ僕は食べたことないんだけど、食べたことある人がやっぱり知人に結構いて、話聞くと、あれはまずいみたいなことみんなおっしゃる。どうしてもからし菜とか大根葉とかめちゃくちゃうまいじゃないですか。もう野草に限らず、野菜の中でもうまい方だと思うので、そこと比べてしまうとかわいそうだなというイメージもありつつ、ただ他の油中の植物と同じようなイメージで調理すると怪我するのかなっていうのもあります。まあいずれにしてもこの辺はね、まだね、想像の段階なので、実際どう転ぶかわかんないですね。用意しました、ニンニク。で、ケールってまあ世界中で食べられてるんで、どこの食材っていうと難しいんだけど、僕のイメージの中でブラジルが結構強いというか、ブラジル人ケール好きだよね、みたいなイメージがあります。で、彼らは、ガーリックソテーにしますね、ケールをね。今回の諸葛菜もガーリックソテー的なものにしてみようかなと思いまして、ちょっとやっていこうと思います。じゃあ、油を。で、ニンニクを、ニンニク入れすぎかな。まあ、でも一玉なんだよな。青森の六編集なんででかいっすね、玉がね。最近ね、おじさんになったせいかニンニクがね、こう効くんですよ、翌日の元気とかに。さて、じゃあ油にニンニクの香りがついたら、お野菜を投入します。うおー、青くせー。ガーリックの匂いをもってしても抑えきれない青臭さが今バーッと出ました。でもこれは火を入れた瞬間だけですね。うん、なんかうまそうな匂いになってきた。で、仕上げにパラリと塩コショウを振って。はい、完成しました。こちらが諸葛菜こと、大原製糸のガーリック炒めです。よし、じゃあ食べてみましょうか。いただきます。うんうん、 OK、 うまい、うまかった。味としてはですね、最初キャベツなんですよ。後から小松菜が出てきて、後半ほうれん草だね。で、後味にちょっと苦味が残る。苦いキャベツに当たっちゃった時、あの感じかな。そんなね、うわーっていう苦味じゃなくて、まあ野草だから残るよねぐらいな感じの。で、野菜でもまあこれぐらいあるかなみたいな。そういう苦味。うん。うまいです、うまい、うまい。うん。まあだからケールに近いっちゃ近いけど、結構ケールよりもむしろまろやかかもしれないな。油との相性がね、すごくいいと思います。これ逆に油なかったらどうやったらいいんだろうってぐらいな感じ。少し歯ごたえが強いので、これの半分ぐらいの幅で切ってもよかったかもしれないですね。本当に細切りぐらい。明日朝早いんで今日ちょっと飲めないんですけど、まあ、飲むとしたらビールだね。うん。ブラジルの料理っぽいからブラジルのビール欲しいね。あとなんだっけ、ブラジルの料理と合わせやすいカクテル。カイピリーニャだっけ、あれとかいいんじゃない。まあ中国でも料理は基本炒め物じゃないですか。高温で油で炒める。そう考えると、食の国の調理係の皆さんがね、これどういう風に調理したかわかんないけど、油で炒めたんじゃないかと思うし、油で炒めたら美味しかったんじゃないかと思うし、栄養価も豊富そうだよ、これ。やっぱケールって緑黄色野菜の中でも栄養価が豊富だからさ、あえてわざわざ青汁とかで飲まれてるぐらいなわけで、そう考えると栄養価かなり高いと思う。ビタミンとかかなり取れるんじゃない？美味しかった。まあ、そういうわけでね、今回は初めて食べる野草であるところの諸葛菜こと、大原製糸を食べましたけども、簡単でしたというか、答え、貝を探すのが簡単でした。なんでかっていうと、油中だから。油中の野草っていうのは、食べられるものも多いし、食べて美味しいものがすごく多い。味の傾向もしっかり分かれてるんですよね。わさびとかクレソンみたいにピリッとするやつ、大根とかからし菜みたいにちょっと辛いやつ、で、油菜みたいに、味まろやかだけどちょっと苦味があるやつみたいな。今回のやつは、味まろやかだけど苦味がある、まあ、キャベツとか油菜とか、ケールとかの、系統だと思ったんで、そっちの方の料理をして、うまくはまりましたねっていう話なので。いつもこんくらい簡単だと言ったけどね。うん。まあ、でも、仮に今回すごいまずかったら、これは孔明の罠だみたいなこと言えたから、そっちの方が動画としては面白かったのかな。まあ、いっか。まあ、というわけでね、今回もね、初めて食べる食材をね、こうやって美味しく食べることができて、よかったな、というふうに思います。はい。それではまた、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。